小島湖及び小島湾の航空写真。締め切り堤防より東側が小島湾、西側が小島湖である。国土交通省、国土画像情報をもとに作成。小島湾大橋から西房小島湾は岡山市にある湾、瀬戸内海の一部である。西側の一部は締め切り堤防によって淡水湖の小島湖となった。江戸時代、明治時代の干拓事業により、 江戸時代以前に比べ湾の大きさはかなり小さくなっている。統計134度線が通る。これに対し、旧小島湾は、締切堤防建設前の小島湾漁業及び漁具に関する調査を、民族学研究家、湯浅照弘氏がまとめた著書で使用した故障。現在の岡山市南区が、関視領域であった時代から、締切堤防建設中の沿岸環境を指している。 小島湾締め切り堤防春工記念切って約6000年前に現在の瀬戸内海の海岸線ができ、その後徐々に現れた中石平の周辺では、奈良時代には開墾が始まったと推定される。小島湾が小島半島、現在の倉敷市、岡山市に囲まれる形状の湾となったのは1618年前後である。それまでは中津海と呼ばれた東側と、 水島灘がつながる水道であった。1581年の浮田海墾から干拓の規模が大きくなり始め、江戸から明治時代へ移行期に奉還武士に与えるための土地が干拓によって造成された。小島湾の縮小化が加速し始めたのはこの頃からである。1912年、小島湾干拓の第2区1097長分が完成。村政が施行され、小島軍、 富士と村が発足する。第二次世界大戦で、干拓事業は一時中断したが、戦後再開した工事は1956年に、小島湾締め切り堤防の完成によって、干拓事業自体は終了する。小島湾締め切り堤防の完成後に、堤防の東側に残る海域が現在小島湾と呼ばれている約2000ヘクタールの海域である。干拓工事や、 当時の生活に関する貴重な写真が、岡山県立教費高等学校に所蔵されており、岡山県立図書館のデジタル岡山大百科の1、コンテンツとして掲載されてます。オリジナルと画像に補正を加えた、修復版の下記の2つのホームページがあります。ありがとうございます。